振り返ると、はい、チャレンジするっていうおっしゃってたじゃないですか、はい、チャレンジする意味ないですよ。Saison Kazuya Challenge to break the score of 100 Supported by Rise Up Golf Lesson 15。 こんにちは、Saison Kazuya です。さあ来ました、15回目のレッスンです。はい、1ヶ月間で週2回か、多分ね見てる方は少しずつ少しずつね上手くなってるんじゃないかなと思うんですけど、ついにあと2回になりますんで寂しいですけど上手くなってきたのでね、さらにまた15、16で最後2回しっかりやっていきたいと思います。じゃあ、はい、先生を呼びしましょう。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は、はい、あと2回なんで、はい、ラウンドを、え、はい、ラウンドです。ラウンドレッスンです。おー、はい、なるほど。まあ、今日と、はい、まあ、最終回で仕上げていくので、はい、もう仕上がってます。まだまだ仕上がってません。あと2回ください。あと2回で仕上げてます。はい、お願いします。カズヤさんの判断で、あ、はい、そうなんですか。はい、判断は僕に委ねる。今までは先生が優しくクラブを置いてたけど、今日のこの感じだけですけど、はい、レッスンはしてきたじゃないですか、この実績のところ。はい、79ヤードだからドライバー使った方がいい。いきます。あ、最悪。まんまいいです。え、これ どこに行っちゃったのこれ。右です。50でいきます。はい。わー、ちょっと32だったら、はい、こそ58ですね。はい、うまい。来たんじゃない。うわー、おあべ、うまい、うまい。わかった。あ、ちょっとトライしすぎた。強さが打ちすぎた。そうです。うわ、バンカーかな。うん、うわ、結構出ちゃった。10ヤードですもんね。そうですね。うまい。短い。いや、うまいです。OK です。難しいよね。なかなかうまくいかないです。それがゴルフなの。そんなお前に簡単にうまくいかせないぞって感じ。うわー、うわー、うわー、 OB からやばい。おー、やばいやばいやばい。後ろで回す。最悪。50にしましょうか。50にしますか。はい、その意図は距離。距離どうですか。いや、お任せします。あー、行き過ぎちゃうか。58です。58だ。58ですね。肩から肩で距離ですけど、結構出ちゃったな。結構熱くなるんですね、コースにいるんで。うわー、最悪。これもちょっとちょっとなんかダフったっていうかな。トップでしたね。トップでしたね。まあいいや。まあ、全然ダメです。ここすぐ手前からここ左サイド全部いけで。いいっす。オッケー。はい。右側狙います。はい。勝負します。ああ、こっちか。やばい。うわあ。どうもです。いや、これできます。ゴマウト。はい。ゴマウトで。最新の当たり。超いいとこだと思った。最新の当たりで OB でしたね。ちょっと振り返ると、はい、チャレンジするっていうおっしゃってたじゃないですか。はい、チャレンジする意味ないですよ。せっかくここから200ヤードで、まあ、池が危ないのを知ったデータと、まあ、はい、情報が知った、はい、だったら この辺に、そうです、5番ウッド使っちゃったら、まあ、しかも超いいショットでした。別に打った瞬間 OB って思いましたけど。今日の課題はコースマネジメント、実はメニューとしてはなんですね。なので8番とか。そうですね、8番でも9番でも好きな方でもいいです。8番でいきます。8番でいきましょうか。
ほど、ね、でもせっかくアドバイスさせてもらったんで、はい、これも絶対行かない方がいいですよね。だから9にしましょう。より安心な。なんで挑戦したんだって受けない。ナイスショットですね。よかったですね、8番じゃなくて。先生の言うことをちゃんと最初から聞きなさいってことですよ。ちょっとだんだん後半なんでアドバイス多めに。はい。うまっ。で、あれ、そんな難しくないんで、これダブルパーカットされましたけど、もしかしたらパーだったかもしれない。そうですね。戦略、マネジメントをすればってことですね。まあでも、いいホールでしたね、いろいろ。厚さも出て、僕も分かりました、この感じで。さらに行くみたいな、ボバッと持ち出したっていう。9番で130ぐらい。まだピッチングか。そうですね。そうか。今日1位ぐらいです。よし、あーよかった。7ヤード、これ2回だ。そうですね。で、ちょっと左に曲がるんで、せっかくなら右に打っとこうかなみたいな。はい、入っちゃうかな。おお、ナイスです。 6ですかね。また砂、砂だよ、砂。うん、ナイスです。あと5ヤード。はい、うまい。入っちゃったっていう。よし、来た。ナイスです。素晴らしい。来た。5ヤードはなかなか入らないと、うん、でもし入ったら入っちゃったって感じで思えるとすごい、うん、気持ち的に。そう、ここからはもちろんもっとアドバイス入れてきますので、反省会を一緒にレッスンでやって、はい、飲みながらですか。飲みながらじゃないです。お仕事しようなんて。すいません、すいません。反省会っていうか、なんかお酒飲みながらとご飯食べながらかなと思った。そういう反省会じゃないですか。バンカーすごいあのホームラン打ってましたよねみたいな。はい、あ、そういうことですか。はい、結構真面目にやっていきますんで。で、正解しましょう。はい、飲みながら。じゃあ一旦これで、はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。レッスン16 last 16回目卒業でございます。はい、最終回です。卒業できるかな。どうですか、2ヶ月、あっという間だったのか。めっちゃあっという間だったよね。2ヶ月で週に2回、ついに16回目。はい。先生はもう僕と会うことはないんで、先生したのかなっていう。ね、他の人のレッスンと比べると大変じゃん。喋るし。右に飛ばしてばっかりし。そういうこと？そういうことか。それはいいんじゃない？それはいいんだよ。右に飛ばすばっかりはいいんだけど。レッスンですもんね。そうそうそう。レッスン中喋ったりとかさ。15回目の動画を見てもらった方は分かるかもしれないんですけど、ちゃんとあの後反省会しました。じゃあ先生呼んでみましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ついに最後じゃないですか今日。ライズアップゴルフは永久会員なので、はい、9回なんだけど、これからも私がコーチでやらせていただきます、はい、一旦は卒業ですけど、はい、あ、まだ分かんない。あ、卒業って分かんないですけど、この勝負でしっかりやって、本当に反省会したのかって多分思ってる方いると思うんですけど、はい、めちゃめちゃしましたよ。そうですね、はい、もう指に豆ができてるので、はい、そうです、はい、実は手に豆ができてるんですけど、その豆を先生に、僕豆できたんですけど見てくださいって言って見せたの。そう、全然使わないような、絶対豆ができないようなところに豆ができてたから、皆さんにはちょっと見せられないです。でも頑張って、はい、恐れしてました、はいはい、今日はもう存分に伝えていくので、はい、楽しみです。次回冷たかったですもんね。すいません、ちょっと見たかったんで。 それでも言っちゃいましたけどね、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。うわー、右ショットですよ。大丈夫です、大丈夫です。右かな。まあ、右ではありますけど。うまい。2.4ヤードしかなくて。そしたら入っちゃいました。よっしゃー、すごい。うまいなー。めちゃくちゃね。めちゃくちゃうまいです、今。うわー。ナイスショット。うわ、大丈夫です。ナイスです。
強かった。いいんじゃないですか。いや、ナイスタッチです。これはスーパーショットだ。ああ、ナイスです。もうちょいでしたね。ナイスです。今。うまっ。うん、ナイスショット。おお、完璧だ。ナイスショット。入ったかも。うわあ。うまいっすよ。さあ、その感じで。うまい。うまい。おー、ナイスショー。来た。いった。ナイスオンです。ナイスオンです。ナイスオンです。よっしゃー。そうすると入ったりするんですよね。ほら。ナイスパー。しゃー。素晴らしい。ナイスパーです。ありがとうございました。ありがとうございます。大丈夫です。卒業で。16回は本当にお世話になりました。ありがとうございました。すみません。お世話になりました。で、僕はこの後、ラウンド行ってきます。はい。でラウンドで本当に100を切れるのかっていう動画を撮って、はい、拝見させて、はい、拝見していただければなと思いますので、ぜひ見ている方はですね、この後私はラウンド行ってくるんですが、このライズアップの動画16回見ていただいた方もいらっしゃると思うんですけど、多分だんだん上手くなってるのはやっぱこのライズアップゴルフに2ヶ月間で2週間通わせていただいたおかげですので、もしライズアップゴルフに通いたいって方がいらっしゃいましたら、動画の概要欄から入っていただいて通っていただければなと思います。こんな私でも上手くなって多分おそらく100を切れるんではないかなというふうに思っておりますので、ぜひこれを機にゴルフを始める方がいらっしゃいましたら概要欄から登録いただいてライズアップゴルフに通っていただければなというふうに思います。先生、本当に長きにわたりありがとうございました。ありがとうございました。楽しみにしてますんで、はい、いいご報告をお待ちしてます。はい、はい、ぜひ私も100切りますんで、この後の動画も楽しみにしていてください。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。